シュルツ方式は1997年にマルクス・シュルツが開発した選考を表す投票を用いて単一の当選者を選ぶ選挙方法である。英語ではシュルツ方式はシュワルツ・シーケンシャル・ドロッピング、クロンプルーフ、シュワルツ・シーケンシャル・ドロッピング、ビトパスメソッド、ビトパスウィナー、パスボーティング、パスウィナーとしても知られている。シュルツ方式はコンドルセ方式である。 すなわち、他のいずれの候補者と一体比較してもより好まれるような候補者がいたならば、その候補者は手術方式が適用される場合に当選者となる。手術方式の出力は候補者の順序を与える。したがって議席が複数ある場合も、上位経人の候補者が経営の議席を得られるようにすることで、この方式は修正することなく用いることができる。 さらに比例代表選挙のために短期常識投票バージョンが提案されている。現在、シュルツ方式は最も広く使われるコンドルセ方式である。シュルツ方式はウィキメディア財団やデビアン、ウブンツ、ゲントウ、ソフトウェアインザパブリックインタレスト、フリーソフトウェアファンデーションにヨーロッパ、海賊島など多くの団体で用いられている。シュルツ方式に対する投票形式は、 他の選考投票における単議席単票制と同じである。各々の,の,の投票者は候補者たちに対して選考の順序をつけなければならない。典型的には投票者は以下の通りに投票用紙に選考を明記する。投票用紙にはすべての候補者が一覧になっており、投票者は番号を用いて選考順にこの一覧に番号を振る。最も好ましい候補者には一応、 次に好ましい候補者に2を以下も順に番号をつける。投票者には次のことも許されている。W 候補者より V 候補者を先行する投票者の数を D、V、W で表す。X 候補者から Y 候補者への強さ P の道とは候補者 C、C の列であって以下の条件をすべて満たすものである。C イコール X C イコール y の i イコール n-1 に対して d, c, cd, c, d, c2 c の i イコール 1n-1 に対して d, c, cp さらに a 候補者から b 候補者への道の強さの最大値を p, a, b で表す。そのような道がなければ p, a, b イコール0と定義する。p, d, e, p, e, d であれば d 候補者は E 候補者より良いとみなす。D 候補者が他のすべての E 候補者に対して P、D、E、P、E、D であれば、D 候補者は当選の可能性がある。P、X、Y、P、Y、X かつ、P、Y、Z、P、Z、Y ならば、P、X、Z、P、Z、X であることが証明できる。これは、上記の より良いという関係が、推移関係であることを意味し、他のすべての候補者 E に対して P、D、E、P、E、D を満たす候補者 D が少なくとも一人はいることが保証される。45人の投票者が5人の候補者 A、B、C、D、E を順位付けする下記の例を考えてみよう。はじめに、ペアに関する選考を計算する。例えば、 A と B を比較すると、B より A を好む投票者が5プラス5プラス3プラス7イコール20人いて、A より B を好む投票者が8プラス2プラス7プラス8イコール25人いる。よって D、A、B イコール20、D、B、A イコール25となる。ペアに関する選考の全体像は、以下のようになる。D の値を変に付した有効グラフ右の図式は、 最強の道を視覚的に把握しやすくしたもので、X から Y への矢印に D、X、Y の値を付した有効グラフである。D、X、Y、D、Y、X ならば D、Y、X の値は選挙の結果に影響を与えないため、図には D、X、Y の値のみ記す。道の強さが変の強さの最小値であることを思い出そう。例えば、 B から D への最強の道は、強さ33の直接の道であり、よって P、B、D イコール33である。比較のため、P、A、C も見てみよう。直接の道の強さは26であるが、より強い道がある。その強さは D、A、D イコール30、D、D、C イコール28の最小値28であり、故に、P、A、 c イコール28である。下記の表では最強の道を赤で示し、辺の強さの最小値に下線を引いている。これで、手術方式による結果を確定できる。例えば、a と b を比較すると、28イコール p, a, b, p, b, a イコール25であるので、手術方式では、a 候補者は b 候補者より良い。別の例では、 31イコール PEDPDE、e、イコール24であるので E 候補者は D 候補者より良い。同様にしてすべての候補者を比較すると EACBD となり E が当選との結果を得る。言い方を変えれば E は他のすべての X 候補者に対して PEXPXE であるがゆえに当選した。 手術方式を実践するにあたって唯一困難な段階は最強の道の強さを計算することである。しかし、これはワイディストパスプロブレムと呼ばれるグラフ理論においてよく知られた問題である。従って強さを計算する単純な一つの方法はワーシャルフロイド法の変形である。下記の疑似コードはアルゴリズムを表している。インプット DIJ output, p, i, j, for, i, from, 1, to c, for, j, from, 1, to c, if, then, if, then, p, i, j, e イコール d, i, j, else, p, i, j, e イコール0 for, i, from, 1, to c, for, j, from, 1, to c, if, then, for, k, from, 1, 2, c, if, then, p, J、K、このアルゴリズムは優れていて候補者数を C とすると O の時間計算量で解が求まる。選考にあたって同順位を許す場合 D の定義においてこの同順位をどう解釈するかによって手術方式の出力はおのずと異なってくる。D、A、B を厳密に B より A を好む投票者数を表すものとするか 引くの評査を表すのものとするかの二つの考えがある。しかし、たとえ D がどう定義されても、シュルツ順位に循環は生じず、D 値は1位であり同値はないと仮定できるだろう。シュルツ順位での同順位は滅多にないとはいえ、可能性がないわけではない。シュルツの元の論文は、無作為に選んだ投票者に従って、同順位を解消することを提案した。 手術方式の勝者を選出する別のやや手間のかかる方法は次の通りである。すべての候補者と候補者間のあり得るすべての線の完全な有効グラフを描く。A シュワルツ集合に含まれない候補者をすべて除外し、B 最弱のリンクを除外する。これらを繰り返す。最後まで除外されなかった候補者が勝者である。手術方式は下記の基準を満たしている。 手術方式はコンドルセ基準を満たしているので、自動的に下記の基準は満たしていない。同様に、手術方式は独裁性ではなく満場一致の投票で一致しているので、アローの不可能性定理はこの方式が基準を満たしていないことを暗示している。下記の表は、手術方式と他の選考投票の単議席単票制を比較したものである。 手術方式と順位付けられた組み合わせの主な違いはこの例で見ることができる。候補者の組み合わせ X のミニマックススコアが候補者 BX に対する候補者 AX の最強の組み合わさった当選の強さと仮定する。この時、手術方式は当選者が常に最小のミニマックススコアで組み合わされた候補者であることは保証する。そこである意味で、 シュルツ方式は当選者を決定する際に覆さなければならない最強の組み合わさった当選を最小化する。シュルツ方式は1997年にマルクス・シュルツにより開発された。初めて公のメーリングリストで1997年から1998年と2000年に討論された。その後、シュルツ方式はソフトウェアインザパブリックインタレスト デビアン、ゲント、トップコダー、ウィキメディア、KDE、フリーソフトウェアファンデーションにヨーロッパ、スウェーデン海賊島、ドイツ海賊島などで用いられている。フランス語版ウィキペディアでは、シュルツ方式は2005年に多数決で賛成された2つの候補者が多数いる場合の方式の1つであり、数回用いられている。2011年、 シュルツは学術しソーシャルチョイスウェルフェアでこの方式を発表した。ウィキメディア理事会選挙用の投票用紙見本、シュルツ方式は現在議会選挙では使われていない。しかし、スウェーデンの海賊党の大議員予備選挙で用いられている。他の公的機関でも支援を受け始めている。シュルツ方式を現在採用している機関は次の通りである。ありがとうございます。